小林弘隆のクッキングタイム、イエーイ。ということで、今日は、私が、料理をしていこうというコーナー、新企画で始めたいと思います。今日は第1回でございます。今日作るのはこちら、じゃーん、楽しいお寿司屋さんです。これは、お菓子なんですけども、こういろいろ水とか粉を使って、お寿司のお菓子を作っていこうという、そういった、ものになってます。じゃあそれを作っていきたいと思います。レッツクッキング。はい、それでは、準備ができましたので、これからお寿司作っていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、このトレイに、お水がもう入ってます。じゃあですね、その中に、じゃあまずは、お寿司といえばなんだろうってことなんですけど、お寿司といえばやっぱご飯ですよね、ライス。なので、ライスを、クッキングしていきたいと思います。ライスは、こちら、このライスの粉っていうのがあります。はい、ご飯の素って書いてるんですけどね。はい、このライスの素を、開けて、1のトレイにね入れていきたいと思います。いつも僕そのライブ配信でお菓子作ったりするんですけど、その中で結構水を入れすぎちゃうっていうことが結構あってあるんですけど、まあ今日はちょっと事前にお水を入れてる状態なので、あとは混ぜるだけです。こんな感じでね、はい、あ、どんどんね固まってます。はい、お寿司ができてるんじゃないでしょうかこれできてるのかな、すごい固まってきました。はい、お寿司、ご飯ですね、今ライスクッキング、ライスを作ってます。よいしょ、美味しくなーれ、美味しくなーれはい、美味しくなるように、作ってますね。ちょっとお水足りないかもしれないですね。お水が足りないときはこのスポイト使ってちょっとこうお水を足します。こんな感じでね、でまたかき混ぜていくと多分大丈夫のはずあ、結構ね、硬くなってきました。こんな感じで、ほら。ね、わかります？はい。よいしょ。もうちょっとかな？もうちょっとお水入れますね。もうちょっとお水入れてみよう。あんま入れすぎるとね、多分固まんないんで。まあこれくらいかな。結構ね、水の分量が難しくて、はい、結構ね入れすぎちゃうことが僕の場合はありますね。こんなもんかな。よいしょ、結構固まってきました。はい、こんな感じで、最初粉だったんですけど、パウダーだったんですけど、よいしょ、こんな感じになりましたはい、じゃあライス完成でーす。はい、じゃあ次はネタですよね。お寿司といえば、お魚とか卵とかいろいろあると思うんですけど、そのネタをじゃあ次作っていきたいと思います。今日作るネタは、3種類あります。1つはマグロで、卵、マグロと卵ですね。それから、イクラが今日はありますので、その3種類をじゃあ作っていきたいと思います。じゃあまずじゃあ卵ね入れていきたいと思います。これも、事前にお水は入れてますので、ちょっとこう粉をね、インしていきたいと思います。パウダーイン卵パウダーインです。
はい、卵パウダーを入れました。そして、卵パウダーが入りましたら、もうまとめてやっちゃおうかなと思います。次マグロパウダーをね入れていきたいと思います。マグロパウダーインいつもはねみんなとワイワイしながら、ライブ配信で、やってるんですけど、今日はちょっと一人なのでね、はい、ちょっと寂しいですけどね、はい、頑張りたいと思いますはい、じゃあ入りました。マグロパウダー入りました。一応入った状態だとこんな状態ですね。はい、それではですね、先ほど入れました、卵とマグロですね、が、この感じで色がついてきました。はい、だいぶ固まってきたかなと思いますんで、はい、じゃあ、次はイクラを作っていきたいと思います。イクラはね、2つのパウダーを使って、作ります。イクラは A と B あって、それぞれ役割が違います。なので間違えないように入れていきますね。まずは A の粉をこちらに入れます。よいしょ、ちゃんとできてるかなはーいはい、じゃあ次は B の粉ですね、入れていきたいと思います。いやー、作るのが初めてなのでちょっとドキドキですねわーすごい、オレンジ色になりましたね。わーすごいすごい、ワンダフルワンダフルで合ってるのか。よし、じゃあ、入れました。じゃあね、これもかき混ぜると思うんで、こんな感じでね、色がねすごい色になってますね。イクラオレンジとちょっと薄いブルーですね。はい、じゃあこれをですね、これすごいいいんですよ、このスポイトで、このオレンジ色のね、オレンジの液をチューってこういう感じで吸い上げます。そしたらここに垂らすみたいですね。よよよよよっと、そうするとこんな感じでね、このさ、ほら見えるイクラのような粒がねできるんですよ。ほらすごいでしょ。こういう感じでちょっと地味な作業なんですけど、イクラを作ってます。結構ね大変ですよこれ、ちょっとずつ入れないとダメなんで、よよよよよ、結構大変ですねこうやると結構いっぱいイクラがいるので、なかなか、よいしょ、もう一回ぐらいいっとこうか。今イクラを作ってます。よいしょ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 、こんな感じでいいかな。それでは、ネタがすべて完成しましたということで、じゃあこっからですね、実際お寿司を作っていきたいと思います。じゃあね、ネタは、この卵と、マグロ、そして先ほど作った、イクラちゃんたちですね。はい、こんな感じです。いっぱいいまーす。はい。で、ご飯は、こういうお寿司屋さんプレートっていうのがあるので、ここにね、並べてまーす。はい。で、一番端の、ちょっとこれ作ったんですけど、これはね、醤油パウダーですね。これ見えるかな？一番端は醤油パウダー。中でね入ってます。じゃあですね、握っていきたいと思います。まずですね、じゃあマグロからいこうかな。マグロ、このねご飯があります。でこのスプーンでネタをすくうんですよね、こうやって。
で、こんな感じでね、上に乗せますよ。ほら、こんな感じで、はい、じゃじゃーん、マグロのお寿司でーすすごい綺麗ですね。はい、じゃこんな感じでね、はい、作っていきたいと思います。じゃあマグロは完成ね。次じゃあ卵いきたいと思います。エッグね、これもスプーンですくって、よいしょ、この上に乗せます。はい、卵です。はい、卵完成です。こんな感じですこれ乗せるだけなんで簡単ですね。はい、じゃあ次はイクラいきたいと思います。イクラはね、こうやって海苔を巻いてますね。海苔巻きをしてるの上に、先ほどのイクラをよっとこうやって乗せていくと、ほらこんな感じでね、イクラです。ほら見て、つぶつぶがありますよね。はい、これイクラの寿司完成でーすよいしょ。じゃあ、チラシ寿司っていうのもちょっとチャレンジしたいと思いますね。チラシ寿司っていうお寿司があるんですけど、これがちょっと難しくて、さっき作ったマグロと卵とイクラを全部合わせます。まずね、マグロをこう乗せますね、こんな感じで。で次にその上に卵を散らします。卵をね、乗せますね。でこんな感じ、マグロの上に卵を乗せますね、こんな感じで。で最後この上にイクラをね、乗せていくんですよ。ちょっと難しいんですよねよいしょ、イクラをね、乗せます。こんな感じで、はい、こんな感じねちょっと汚いかな大丈夫かな。はい、マグロ、卵、イクラが乗ってるチラシ寿司です。はい、完成です。よいしょ、あ、ちょっと落ちちゃった。ちょっと難しいですね、上級者向けですねよいしょ。じゃあ、よいしょ、あとはマグロとね、卵をちょっと作って、これは乗せるだけなんで簡単ですね。はい、こんな感じね。よいしょ、じゃあもう一個、よいしょ、卵を乗せます。よいしょ、こんな感じね。ご飯がこんな感じで乗せますね。じゃん。さあ、それじゃあ、すべてのお寿司が、完成しました。イエーイはい、今日作ったのは、マグロと卵とチラシ寿司ですね。で、マグロと卵ちゃんは2つずつ作りました。なのでネタで言うと3種類のお寿司ができました。じゃあ早速なので、じゃあこの後食べていきたいと思います。これね、お菓子なので、実際にマグロや卵の味ではなくて、マグロは、グレープ味で、卵は、リンゴ味です。で、イクラは、みかんの味になってます。じゃあね、マグロからじゃあ食べたいと思います。マグロね、はい、いただきます。うん、マグロだまあ味はね、グレープなんですけど、うん、美味しい。うん、
見た目はもうマグロですね、うん、味はグレープですお菓子なので。じゃあ卵いきたいと思いますね。これはリンゴ味、アップルね、うん、アップルな味がしますね。アップルですねアップルの味ってうん、美味しい、甘くて、うん。じゃあね、イクラもいきたいと思います。イクラ、これ海苔もね味がするんですよ。うん、イクラの粒々がねいいアクセントで非常に美味しゅうございますこれじゃあね、せっかくなので最後ちらし寿司なんですけど、これお醤油、醤油パウダーっていうのがあるので、これをねちょっとこうつけてね、お寿司屋さんっぽくいきたいと思います。いただきます。これ最強ですね。うん、パーフェクト、パーフェクト。マグロと卵とイクラと醤油、もう全部、全部の味が混ざり合ってるので、一番美味しいかもしれないですね、これね。うん、美味しい。うん。はい。ということでね、第1回目の、小林弘隆のクッキングタイム。大成功ということで、次回も第2回がねありましたら、よかったら見ていただければ嬉しいかなと思います。それでは、小林弘隆のクッキングタイムでした。それじゃあね、またねー。